トラビスジャパン、外旋デビューツアー感想で涙ベえへの武者修行を生かし、唯一無二の38曲披露。トラビスジャパンが12日、横浜市のピアアリーナミリメートルでデビューツアー、ご都市23公演の最終日を迎えた。米国での武者修行を経て、昨年10月にジャニーズ史上初めてとなる全世界配信デビューから5ヶ月。デビュー曲のジャストダンスや夢のハリウッドなど全38曲を披露し、 外線ツアーを完走した。ド派手に外線を飾った。宙吊りになった1.3トンのオープンリムジンで登場すると、リーダー宮近の、ただいまの掛け声で、デビューツアー最終公演が幕を開けた。22年3月から米国に渡った。7人で共同生活を行いながら語学学校、ダンスレッスン、ボイストレーニングに明け暮れた。だが、川島が、寄り道じゃなかった、というように、 約7ヶ月間の武者修行の経験を晴れ舞台に詰め込んだ。英語が話せなかった留学当初には、動きや表情で楽しんだ7号さんがけ、ことで、表現力が養われた。ダンスコンテストで一心不乱に踊り続けた経験は、辛い時にメンバー同士でのハイタッチやアイコンタクトが増えた川島とアウンの呼吸につながった。